はい、気持ちのいい日差しが感じられる今日です、うん、さあ今日はですね金沢市入江に来ています。ここの住宅街に今日ご紹介するお店があるんです、それが東庵です。今年の4月にリニューアルオープンしました。中入ってみるととっても可愛いんですよ。こんにちは。すごいね、ご覧ください。ドライフラワーです。とってもラブリーでキュートで華やかですよね、と思いきや下を見ると台があるんです。皆さんこの台の形で分かりますか。こちら東庵陶芸スタジオとなっているんです。ではここでお話を伺っていきます。石崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。とってもおしゃれな陶芸スタジオになってますよね。どんなスタジオになるんですか。東庵は九谷焼を学んで作って楽しむことができるスタジオになっています。はい、学んで作るこの一連の流れが楽しめるんですよね。今日は私も体験をさせていただきます。皆さん75分ほどかけてゆっくり知っていくっていうことなんですけれども、はい、目の前にありますこちらですね、この土、はい、粘土からまず学んでいくんですってね、うん、はい、こちらが実際に九谷焼に使われている粘土になります、はい、これでだいたい15キロぐらいあるんですけど、普段はお客さんにご自身でこのワイヤーで必要な分だけ切り取って、はい、粘土を作っていただきます、もうそこからできるんですね、はい、じゃあそのカットしたのがお隣の、はい、そうなんです、こちらがお一人だいたい480グラムぐらいにカットしていただきます。あ、そうですか、はい、で丸めたら、はい、この隣ですね。こんな感じですね、はいはい、お客さんにペチペチ叩いて丸めてもらいます、はい、いよいよ土台になったものが、はい、さらにお隣なんです、はい、こちらもうろくろにセットした状態なんですけど、芯出しといって、作品作りの土台の部分ですね、中心にしっかり粘土がセットされた状態になってます。あ、じゃあ普段はここまで自分でしっかりやるってことなんですけれども、今日はこのスタンバイ状態から始めさせていただきましょうか。はい、エプロンお借りいたします、はいはい、お願いします。でもどういったこの作品ができるんですか、具体的に。はい、だいたい480グラムでこれぐらいの作品が作れます。大きさも形も結構自由に決めていただけます。様々なんですね、はい、じゃあこの中でもどれも可愛いですけど、真ん中緑、いろんなものに使えそう。緑にしてみましょうか。これを目指しましょうか。はい、わかりました、はい、お願いします。はい、じゃあ早速ろくろにご着席をお願いします。ふだんをつけて、はい、失礼します、はい、座り方なんですけど、こんな感じで、はい、ちょっと足を開くようにして密着するように座っていただきます。足をパッカンと開いて座る、はい、はい、でろくろ、器を作るときですね、完成までちょっと水分が飛んでちっちゃくなりますので、はい、気持ち大きめに作るようにしてみてください。分かりました、はい、では早速ろくろを回転させていただきます、はいはい、右側にレバーがあるので奥にグッと押し込んでみてください。グッと、あ、回転しました、回転しました、はい、ちょっと早いかもしれないので自分の方に戻して回転をゆっくりにしていきます。スピード調整、もうちょい早めで、これぐらいで、はい、ちょうどいいです、はい、で目の前にボールがあると思います。お水をしっかり両手に取っていただいて、はい、しっかり濡らしちゃってください。わかりました。濡らして、はい、粘土を優しく包み込んでみてください。おお、早速、はい、よいしょ、あー気持ちいいちょっと柔らかさ、はい、感じますね、はい、気持ちいいですね、はい、とてもきめ細やかな粘土になっています。はい、はい、で結構滑りいい状態で触っていただきたいので、乾いてきたらその都度お水をつけて、はい、常にツルツルの状態で触ってみてください。はい、はい、触っていきます、はい、でここからですね、粘土の真ん中に穴を開けていきます。この穴の深さによって作品のサイズが決まってきます、うん、で粘土を穴を開けるときは、親指で1本で穴を開けていきます。左手の親指で爪を立てるようにして中心にグッと爪を立てて穴を開けちゃってください、うん、大事な工程なんですよね、はい、ドキドキする、しっかり包み込んじゃって大丈夫です、はい、わかりました、はい、せーの、こう、はい、あー、なんか爪の中に粘土が入っていきますおー、あ、でもどんどん吸い込まれるかのような、はい、
粘土の中に指が入っていったような気がする。優しくそっと抜いていきましょう。おお、でも上手じゃないですか。抜くんですか。ゆっくり抜いてください。トトトトトトト、ね、はい、いいですね。バッチリ真ん中に来ています。鼻の深さも、はい、ちょうどいいの で、はい、今度は両手の親指を2本合わせた状態で穴に入れていきます。いや、またお水で滑りのいい状態にしていただいて。子供の頃思い出しますね。ですか、泥遊び。はい、親指の爪をカチンと合わせた状態でそーっと穴の中に入れていきます。2本とも入れちゃうんですか。はい、この穴をもうちょっと広いものにしていきます。はい、そーっと入れていきましょう。大胆に入れます。はい、大胆かつ慎重に。あー、かわいい器を作りたい。ググググググ、あー、いい。から親指をもうちょっと外側に開くようにして、そーっと。あ、もうちょっと、はい、ですか。もっと外側に開いて、歪んでるような。大丈夫なんですか。大丈夫です。面白そう。そっとまた離していきましょう。はい、バッチリですね。はい、おー、ここまで準備バッチリです。はい、ここから、はい、かわいい器を。じゃあちょっと続けてどうにかこう番組中に器の形作っていけたらなって思います。皆さんどれくらい時間かかるんですか。大体30分ぐらいかけて一人で作っていただきます。わかりました。じゃあちょっと頑張って一生懸命作っていけたらなと思います。皆さんまた後ほどお会いしましょう。一旦お返しします。こうですもんね。そうですね、はい、面白い。でも面白いですね。すごくおしゃれな店内でしたし、確かに新しい趣味で陶芸って一つのチョイスとしてもいいですよね。あきらちゃん頑張ってますよ。アドバイスをもらいながら、あれからお椀になるわけでしょ。うん、あ、ちょっとやってもらっちゃってますけれども。いやいやいや、30分ぐらいかかるということでした、はい。後ほどですね、うん、番組後半の中継で完成品見せてくれるんでしょうか。楽しみです。はい、さあ再びお出かけ中継です。金沢市内に新しくオープンしました、はい、陶芸スタジオからです。平井ちゃんが作ってるんですが、果たしてうまくできたんでしょうか。呼んでみましょう。平井ちゃん。はい、九谷焼を学んで作れる陶庵に来ています。豆皿を作るはずがお茶碗サイズになりました。完璧でいいんじゃないでしょうか。おーっとっとっと、こっちですね。はい、止まりました。完成です。スタジオの皆さんどうでしょうか。でも綺麗な、なんかこう曲線美じゃないですか。どうですか。はい、あ、本当ですか。ちょっと大きなサイズにはなったんですけどね、はい、ありがとうございます、はい。で実際ちょっとお手伝いもしてくださった石崎さん、はい、どうでしょうか。はい、もう平井さんにお似合いの可愛い器になったと思います。本当ですか、はい、ありがとうございます。褒められて伸びるタイプです。ありがとうございます。良かったです。さあ完成しましたけれども、はいはい、ここからはどんな流れになるんですか。はい、ここからはですね、お客さんにはこの7色の釉薬からお色を選んでいただいて、スタッフの方で色付けだったり釜詰めだったり責任持って仕上げまで行っていきます。色を選べる。7色いろいろありますけれども、私が好きな黄色にしますね。黄色でいきましょう、はい。で最後に焼いていくんですね。そうなんです、はいはい。奥の方に釜が2つございますので、よかったら、はいはい、どうぞこちらへお願いします。やっぱりこの九谷焼を学んで作るっていう、はい、この学ぶところを大切にされてますからね。あ、はい、そうなんです。釜ありますよ、はい。でこちら電気釜という種類の釜が、こちら小さいのと大きい方、そちらですね、あるんですけど、今まさに下の方から作品を組んで、下から上までみっちり詰めているところになります。そうなんです。はい、こうやって見学もできるんですね、はい。こうやって作っていくんだっていうのがよくわかりますが、これはいつ頃手元に届くんですか。はい、最長でも2ヶ月後のお渡しになるんですけど、その際にですね、ごめんなさい、石川県を中心とした北陸の名産品を一緒に作品とお届けになります。でこちらの方が当庵のオリジナルのブレンドティーです。でこちらの方は石川県の福光屋さんの加賀飛びという日本酒になります。どちらかがスタッフのセレクトで一緒になってお届けになります。いずれかが一緒に入って届けてくれるんですね。届くのが楽しみです、はい、2ヶ月後ということですからね、はい。でもこうして九谷焼を学んで作れる家族でね、ぜひ来てもいいなって思いました。はい、そうですね、ちっちゃいお子さんでも手いっぱい汚しながら、はい、お母さんとかお父さんと一緒に楽しそう
ように体験できると思います。はい、そうですか。で、あの地元のお客さんも本当に多いんだそうですね。はい、大体4割ぐらいの方、地元の方ですね。 そうなんですか。あとは観光客の方とか、あとは外国の方も結構多くいらっしゃいます。皆さん、入れまで、はい、一からくたに焼きを作って楽しめる当案です。皆さんもぜひ、ね、作るところたくさん楽しんでみてくださいね。以上、お出かけ中継でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、かなり魅力的な陶芸スタジオですよね。なんか陶芸中写真撮っても上が全部ドライフラワーだから映えるしね。そうですね、なんかそういったフォトジェニックも意識されてるかもしれませんね。私も以前ロケで伺ったことあるんですが、皆さん丁寧に教えてくださるので、きっと素敵な作品が作れると思います。はい、皆さんもぜひ行ってみてください。平井ちゃんもちょっと大きいのができちゃったということなんですが、まあ、僕の目からは非常に上手だったなと思いました。はい、皆さんもぜひ行ってみてください。以上、お出かけ中継でした。